なに？ミシピーニューガメ。皆さん、毎度亀次郎です。ご視聴ありがとうございます。先日、100円ショップセリア店でつい衝動買いをしてしまいました。なんで買ってしまったんだろう。ま、年始めでもあるのでミシッピーニョイガメ2匹の好調と体重を測定したいと思います。それではどうぞ。それではまるちゃんから。いきなり怒っております。臭い匂いは出してないけどね。まるは去年の冬に体調を崩したから、まあ見とこうね。これといって気になるところなし。健康だね。それでは好調を測っていきましょう。はい、 13.1cm です。次は体重ね。おお、 394.5g。 続いてヘイちゃん。エイは子連れ&多行個体です。確かに成長不良は伺えるけど超元気で暴れています。はい、それでは校長から測っていきましょう。はい、エイは11センチですね。はい、次は体重。全然違うね。 288.5g でした。こうして比べると二回りぐらい違うね。お迎えした時は一緒だったんだけどね。まあこんな感じです。特に甲羅の長さが違うね。ふざけた測定でしたので、まともな測定映像もご覧ください。
今回はこの辺でお開きとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。作業予定、二段式ろ過装置の作成、亀池ろ過装置の清掃、冬眠状況の確認並びにスロープの設置、ペットとして、まあ、その他の投稿もあるかもしれませんけども、またよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。